京王線の始発駅新宿、これから途中停車駅なし、次はいきなり終点の列車に乗ります。乗るのは9時発マウント高尾83号。隣の京王ライナー用の発車表にはマウント高尾83号の文字。現在京王ライナーとマウント高尾号では子供と一緒割などキャンペーンを実施中です。それではホームに参りましょう。マウント高尾号は基本的には京王ライナーと同じです。乗車券の他に座席指定券が必要です。購入後は京王ライナーの案内に従います。ホーム上の発車表でも種別は臨時。4つドアですが、扉は2箇所のみ開きます。利用者のほとんどは登山客でした。車端部の3席で横向きのまま、京王ライナーで使用されるこの5000系はロングクロス転換座席を持つ形式ですが、クロスシート時にリクライニングする編成もあるようです。座席配置はこの通り。前の座席がある場合、その背面のドリンクホルダーが使えます。その下に電源コンセントがあります。テーブルはありません。その他 Wi-Fi が使え、ナノEを搭載しています。いよいよ出発です。失礼いたしました。手をご利用くださいましてありがとうございます。マウント高尾83号高尾山口駅です。トンネル内はカーブが続きます。車両ご移動されたお客様はお足元にご注意ください。83号高尾山口駅です。指定された列車をご利用ください。
にご配慮いただき、どうぞご利用ください。お客様にお願いいたします。感染症、まん防止の観点から、電車内、電車構内などではマスクを着用し、会話は事前にしていただくとともに、車内でご入室される際は、周りのお客様にご配慮くださいますようお願いいたします。また子供と一緒にいてご乗車のお客様はこの後バスの指定を体験しますのでお手元にご用意の上お待ちください。それでは短い時間ではございますが高尾山口駅到着までごゆっくりおくつろぎください。京石桜ヶ丘駅にも停車。基本的に特急停車駅には止まり、通過したのは調布駅ぐらいですね。高畑不動駅では乗務員の交代も行います。そして北野駅。目白台駅にも止まります。から高尾山口駅間は動物園線同様単線となります。せっかくなので全面展望をご覧ください。
到着しました。次回は高尾山口駅のミニ駅攻略の後、高尾山を登ります。山頂ではあのツイートの真似、あとは下山と思ったらここからが本番だった。リフトで下山、登山、下山、そしてようやく帰る旅。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録後はお見逃しのないよう通知設定をご確認ください。まずはスマホでの通知設定をオンにしましょう。PC ではこの通り、これで新着動画などがお知らせされます。